おい、これどういうことだ？俺は上司に話しかけられ、資料を指さした。状況を説明し、うまくいけば12億の案件ですよ。という。すると上司は顔を歪めた。12億だと。この案件が取れれば、会社にとってもかなりの利益になる。俺は気合を入れていたのだが、この後、あんな事態になるなんて、この時はまだ思っていなかった。俺の名前は京平、45歳の建築デザイナーだ。妻と子供が3人いる5人家族で、忙しいながらも幸せな生活を送っている。しかし半年ほど前に上司が変わってから、俺の生活にも少しずつ変化があった。今まで残業はなるべくしない主義だったのだが、部長はそれが気に入れなかったらしく、就業時間間際になると、これ今日中にやっておけよ、と仕事を振ってくるようになった。なあ、京平、お前大丈夫か？そう言って心配してくれるのは、同期で営業の祐介だ。祐介は情報通で、俺に色々と教えてくれた。部長は俺より5つ年下の40歳。うちの親会社の役員の息子だとかで、コネ入社らしい。部長に就任する前は親会社で働いていたが、パワハラ疑惑が持ち上がり、うちの会社に飛ばされたそうだ。まあ、子会社ではあるが、かなり大きい。支社もたくさんあって、支社から見ればうちが本社だ。飛ばされたと言っても、本人は降格だとも思っていない様子。むしろ、俺みたいな有能な人間が来たからには、親会社を抜くくらいの売り上げにするぞ、と、最初の挨拶で言っていたくらい、自己評価が高い。なるべく関わりたくないなぁと思っていたけど、そうもいかなかった。ある日、仕事も終えたし、定時で帰ろうとした俺に、もう帰るのか？と部長が声をかけてきた。仕事も終わっているし、定時であることを伝える。しかも残業はなるべくするなという会社の方針で、他の社員も大体定時で上がっていくのだ。忙しい時期なら俺だって残業するが、今日は急ぎの仕事もない。そう説明しても部長は聞かない。新規の営業をかければいいと言うが、夜に電話はかけられないのだ。それなのに部長は、何を言ってるんだ。仕事はやりがいだろ。退勤してから仕事すればいいんだよ。とサービス残業を提案してくる。さすがに俺は驚いて反論した。それってサービス残業ですよね。すると部長は笑う。それがどうした？そんなの当たり前だろ。今時管理職がそんな考えではブラック企業まっしぐらだ。俺は青ざめたが、部長は俺の気持ちなんて少しも組まず、どうでもいい仕事を押し付けてきた。君、子供が3人もいるんだって？だったらもっと出世して稼がないとダメだろ。がむしゃらに仕事をするのが出世の近道だよ、俺みたいにな。という。俺はそれを聞いて、心の中でため息をつく。実は、少し前から独立も考えているし、こんな風に言われてまでこの部長の下で働くのか。と考えたら、なんだか納得できなくなった。その場は、そうですね。と笑って答え、押し付けられた仕事もこなし、すぐに帰宅したが、このあたりから俺は今後のことを考え始めたのだ。その後も散々サービス残業を強要されたので、その度、スマホで動画を撮っていた。タイムカードを押した時間と実際の残業時間もメモしてある。何かあったらそれを証拠にしようと思っていたのだ。それに部長は俺が取ってきた案件に対し、もっとまともな案件を取ってこい。本当に無能だな。と言った。十分まともな案件だし、何がダメなのか理由を聞いても、とにかくダメだの一点張り。俺は他の社員の前で無駄に怒鳴られる。周りから見ても俺はパワハラの被害者で、他の社員から心配もされていた。俺はユウスケと飲んでいる時に、独立するかもという話をすると、ユウスケは応援してくれた。
あの部長に代わってから会社辞める奴もいるし、負担ばっかりだもんな。恭平は腕もあるし、それも一つの道だと思うよ。それにお前、普通に営業もできるしな。俺より大きな案件取ってきたことだってあるし、さすがだよ。と笑う。俺は転職して今の会社に来たのだが、最初に勤めた会社は小さな事務所で、建築デザイナーとして駆け出しの頃には何でもやらされた。そこで営業活動もし、自分で取ってきた仕事を自分で受ける、ということもしていたので、独立してもやっていける自信がある。今の会社は大きな組織なので、ユウスケのように営業がいるが、営業はいつも手が足りていない。今の会社でも、俺が自分で商談することもあった。そんな中、俺は半年ほど前から付き合いのある企業に、とある提案をしていた。先方が数箇所同時にショップをオープンさせる計画があるようで、そのデザインをうちでやらせてくれないかというものだ。ここの社長は、昔の会社にいた時の知り合いなのだが、俺と同い年でやり手の社長。この社長は人情を大切にする人で、俺個人との付き合いはあるが、うちの会社は規模も大きいし、他の人間が関わってくることに難色を示している。自分が顔の知らない人間と仕事はしたくないという人なのだ。しかしこの案件は大口だし、俺はこの社長の考えが好きで、ぜひ勝ち取りたい案件だった。そしてなんと、ようやく商談のアポが取れたのだ。その商談の前日、俺は明日の行動予定について部長に話しかけられた。おい、これはどういうことだ？一人でこんな大きい契約を担当しているのか？明日の予定は打ち合わせのため直行となっている。それに打ち合わせの内容も示しているのだが、部長は何を聞きたいのか難しい顔をする。俺は部長に愛想も尽きていたし、冷たく言った。そうです。うまくいけば12億の案件ですよ。そう言って、明日のための資料を指さす。12億だと？部長は眉間にシワを寄せた。一瞬沈黙した後、俺のデスクにある資料を持って行ってしまう。俺はため息をついた。何なんだあいつは。そう思いながら別の仕事をしていたのだが、その日の夕方に事件は起こった。俺は部長に呼び出され、とんでもないことを言われたのだ。この案件、俺が引き継ぐから。先ほど俺のデスクから持って行った資料を俺に見せて、部長はそう言った。え？どういうことですか？さすがに俺は驚いて聞き返したのだが、部長は俺の肩を叩く。君、ただのデザイナーだろ？そんな人間が12億の商談なんてできるわけがない。安心しろ。俺が必ず商談を成功させてくるから。何言ってるんだ。これは、俺が苦労して取ってきた案件だ。それに、途中経過は部長に話していた。俺は先方の社長との関係や、俺の実績も、もう一度すべて部長に説明する。しかし、部長は笑い出した。残業もせず、定時で帰る無能な奴に、大切な商談なんか任せられないだろう。俺はさすがに頭に来て言い返す。自分の仕事を終わらせているから定時で帰っているんです。自分の仕事を終わらせられないで残業している人間の方が無能だと思いますけど。その言葉に、部長は明らかにムッとする。なんだその態度は。君は生意気なんだよ。俺は上司だぞ。わかってるのか？いろいろ言いたいことはあったが、ここで言い合いになっても面倒だ。俺は感情を出さないように唇を噛む。すると、部長は俺が悔しがっていると勘違いしたようだ。部長は俺の顔を見て笑い出した。無能は本社にはいらないよ。そうだな、君。明日からど田舎の店舗勤務に移動だ。は？抑えきれなくて、俺は思わず声が出た。部長は笑いながら言う。実はな、社長に店舗の人手が足りないから、移動できる人間がいれば移動させてくれと言われているんだ。君ちょうどいいよ。
俺は一瞬考えた後、部長を見て笑った。じゃあ、首でお願いします。え？部長が聞き返してきたので、俺はもう一度言う。ですから、首でお願いします。すると、部長は腹を抱えて笑い出す。おいおい、正気か？家族全員路頭に迷わせるのかよ。君みたいな父親を持った子供たちがかわいそうだな。それなら君は首だ。今後の転落人生、せいぜい頑張ってくれよ。もう、この部長のことも、この会社のことも、どうでもいい。俺は、その日を最後に、会社を退職したのだ。俺は商談予定だった社長に連絡をして事情を話す。すると、先方の社長は、むしろ俺個人の方が依頼しやすいとまで言ってくれたのだ。そこから俺は準備していた独立の段取りを急いだ。そんな中、俺の携帯に前の会社から電話がかかってきた。電話口は部長だった。君、今すぐ会社に来なさい。あ？何言ってるんですか？俺はすかさずそう答えたが、部長は慌てている。部長は声を潜めた。社長からあの案件はどうなったって言われたんだよ。成功すれば俺の昇進が約束される。君のボーナスも弾むぞ。悪い話じゃないだろ。君が辞めたことは社長には言ってないんだ。君みたいな平社員の退職なんていちいち社長の耳には入らないし、今戻ってくれば大丈夫。だから今すぐ出社するんだ。必死に俺を説得しているつもりなのだろうが、ちょいちょい頭に来る言葉が混ざっている。俺は思わず大笑いをしてしまった。部長の昇進のために商談を成功させろって言うんですか？商談の当日、先方からキャンセルの連絡がありましたよね。その時点で部長の出る幕なんてないんですよ。俺は部長に異動を命じられたその日に先方に連絡しました。すべて話しました。先方の社長はもともと、俺の昔からの知り合いで、大きな会社との取引を嫌う人だったんですよ。だから、俺が会社を辞めて独立するとお話ししたら、それなら俺個人としてぜひお願いしたいと言ってくれました。どういうことか、わかりますよね。そこまで言っても、部長は声を潜めながら、自分に都合のいい話を進める。君が請け負うことが決まっているなら、そのまま席を会社に戻せ。先方に会社に戻ったことを話し、会社との契約にするんだよ。そこまで話がまとまっているなら、今さら君がどこに所属してようと、先方は気にしないだろう。ダメだ、話が通じない。俺はため息をついた。ですから、先方が会社と契約することはありませんし、俺が会社に戻ることもありません。もう退職手続きは済んでいるんです。なんなら、社長には俺から話しますよ。必要ならまた連絡ください。そう言うと、部長はいきなり怒鳴り出す。俺がここまで言ってやってるのになんだその態度は。会社を辞めて独立する？ふん、どうせすぐに経営できなくなって潰れるよ。その時泣きついてきても知らないからな。部長は、俺が口を開くより先に電話を切った。最後までとんでもない人だ。ただ俺は、部長が相当焦っているように感じた。今までになく支離滅裂なことを言っている。部長はどうしても俺の12億の商談の手柄を横取りして昇進したいらしい。まあ、これでもう部長と関わることはないだろう。それから1ヶ月後、俺の事務所には強力な仲間が増えた。営業の陽介が合流したのだ。強平が辞めた後大変だったんだぞ。お前を指名する取引先も多くて、そこに部長がしゃしゃり出て、強平の悪口吹き込んでさ。もちろん取引先は強平のことを信用してるから、部長に対して怒って会社ではかなり大事になったよ。ついには社長の耳に届いて強平が辞めたこと。12億の商談がなくなったことも知って社長は大激怒。部長、ああいや、元部長は、田舎の店舗に平社員として移動させられたよ。
大変だったという割には面白おかしく話す陽介。まあ元部長の末路を知ってしまうと笑ってしまう気持ちはよくわかる。うちの事務所は祐介が入り仕事も増えて今のところ順調だ。独立の準備を前からしていただけに、こうして事務所を立ち上げてもさほど困ることはなかった。それから数ヶ月後、俺と陽介が事務所にいると来客がある。今日は特にアポイントはなかったはずだがと思って対応すると、なんと部長だったのだ。俺たちは目を丸くした。部長はいきなりずかずかと事務所に入ってくる。なんかいい案件ないか、そう怒鳴ったのだ。何言ってるんですか。俺は冷静に返したのだが、部長は興奮したまま、もうあんな田舎の店舗になんていられない、俺はいい案件を本社に持っていき俺の実力を認めさせるんだ、そうしたら本社への復帰もできるはず、だからなんかいい案件を譲ってくれ。俺と陽介は顔を見合わせる。陽介は完全に呆れ返って、何言ってるんだこいつと言いたそうな顔だ。俺もさすがに呆れて言った。何があったか知りませんが、もしいい案件を本社に持っていくのなら、あなた自身が商談して案件をもらわないと意味ないでしょう。実力があるというのなら、自分で取引先を見つけて、商談をして、仕事を取ってくるなんて簡単でしょ。わざわざうちに来て、うちの案件を持っていく必要がどこにあるんですか。陽介は笑いをこらえた顔でうんうんとうなずく。部長は俺を睨んできた。君たちは部下だろ、上司のために尽くすのは当然だ。陽介はついに笑いをこらえられなくなったようだ。俺たちがあんたの部下？笑いながら言う陽介をもう一度睨みつける部長。俺も陽介に続いて言った。部下だったことはありますが、俺たちはとっくに会社も辞めているし、何よりあなたは降格したんですよね。今は平社員なんだから部下なんていないでしょう。思わず俺も笑ってしまった。しかし部長はとんでもない主張をしてくる。一度部下だった人間は一生部下のままだろう。会社を辞めたって上司に対する礼儀ってものがある。そんなこともわからんのか。俺と陽介は顔を見合わせて同時に口を開く。わかりませんね。そして俺と陽介が笑うと部長はますます不機嫌になった。何なんだ君たちは。俺は部長に言った。元部下で今は赤の他人です。ただ俺あの時勢いで辞めたことを後悔してるんですよね。俺がそう言うと部長の表情は柔らかくなり俺を見る。後悔しているのならここの案件を全部持って本社に戻ろう。私が説得したことにする。それなら12億の案件も。部長は相変わらず都合のいいことを言って笑い出したので俺はそれを止めた。何言ってるんですか。違いますよ。あなた俺に散々サービス残業を強要していたし、パワハラまがいの言動もしていましたよね。そう言うと部長の表情が固まった。俺は続ける。それを会社に言わずに辞めてしまったので後悔しているんです。部長は慌てて目をキョロキョロさせた。サービス残業？パワハラ？おい、何を言ってるんだ？俺はそんな…と否定している。そりゃ田舎の店舗に異動になって、その上過去とはいえ部下にサービス残業を強要していたなんて知られたら、もう会社に居場所はないだろう。青ざめていく部長に俺は言い放つ。とりあえず今日のところはお引き取りください。というか仕事の邪魔なんで、もうここへは来ないでもらえますか。俺たちとあなたはすでに他人。勝手に事務所に来ていいような仲ではありません。部長は青い顔のまま首を振って動かないので、俺と陽介は部長の背中を押して事務所から追い出した。そして俺は前の会社に部長からサービス残業の強要された証拠や
パワハラの証拠を持って乗り込んだ。自分の仕事が忙しくて、こんなことしようとは思っていなかったのだが、部長のあまりに自分勝手な言動に腹が立ったので、徹底的にやってやろうと思ったのだ。俺は弁護士にも相談し、最終的には支払われていなかった残業代を請求した。会社は俺の請求した額を支払い、部長をクビにして終わりにしようと思ったようだが、労働基準監督省にも相談していたので、その指導が入り、会社の信用はガタ落ち。退職者が続出し、会社の経営は傾いているようだ。部長の行方は知らないが、見事な転落人生を送っているのではないだろうか。俺は事務所も軌道に乗って人を増やしているところだ。いろいろあったけど、独立してよかったと思う。これからも頑張るぞ。